超エロかったです。超エロかった。なんか現実逃避して、妊娠中にできなくて、うん、ツイッターとかで、へえ、何個ありました。へえ、みんなすごく欲がすごい。ハートマーク、目がどう。今ここに既婚パパがいるけど映れない、映らないけど声だけ出してもいいですか。あ、足だけ出すね。足だけ。ありがとう。今既婚パパとリアルしてますよ。で、え、なんでさ、うん、男とさやろうと思ったの。最初はあれです、妊娠中にできなくて、うん、ツイッターとかで「フッ」をしようみたいな。へえ、見てから。そうなんだ。え、気持ちよかった。なんかでも学生時代から山手線とか乗ってたので、うん、あのちょっといじられたとこはあるんですよ。あ、そうなんですか。ったみたいな。近い。あ、学生服だったし若かった。ああ、はいはいはい。え、それサラリーマンの人に。そう、痴漢されちゃった。何度もありましたよ。へえ。毎回同じ時間だと、まあ中央線と山手線なんですけど、結構毎回同じ時間、本数多いから毎回同じじゃないじゃないですか。でも大体同じ時間に乗ると、だから週に 2,3 回会うみたいな人がいて、毎回近寄ってきてみたいな人もいたし、なんかたまたま雑魚とか行っちゃったことある。男をさ、いつも選ぶのってどうやって決めてるの。なんかタイプあるでしょ、うん、なんか細いのダメです。細いのダメ。筋肉が好き。あ、でももうガッチガチの筋トレしましたもう嫌で、人間らしくなくて、程よい、なんか作る、なんか普段の生活の中で作られた筋肉ぐらいでいいです。へえ、なるほどね。え、男とやるのってさ、どのくらいのペースでやるの。え、全然ですよ。もうだから基本あの今、まあ、緊急事態宣言中でもあるから、飲みが理由で帰る、遅くなるとか言えないじゃないですか、うん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 、だからそうか、使えないもんね。そうだから平日仕事時間をフレックスで上がって。あ、でもお嫁さんはそれ知らないんでしょ。別にフレックスでもちろん、もちろん、うん、なんかいつも定時で、あの分かんないけど9時からなんか18時までとか。あ、そうだ、8時ぐらいに大体会社出るんで、うんうんうん、8時、今日も8時にまでなんですけど、うんうんうん、8時に終わる時間帯に会える人、はいはいはい、しかも平日だから、そのだからスポットの時間で調整するので、ね、だからそうなると条件が合う人いないし、そう、大変だね結構ね。そうです。しかもさ、条件があってもさ、体の相性もあるじゃん。はい、もう S がいい、ね、攻められたいよね。なんか現実逃避したくて、うん、普段はこう結構あれなんですけど、部下とかもいて、うん、気張って、うんうん、家でも子供がいてみたいな、うん、だからなんかちょっと疲れちゃうんで、なんか、なんかもうしたいです。あ、だから自分じゃない自分になりたいね。そう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 、現実逃避して、なんか俺そんな優秀じゃないんです、ド変態ですみたいになると、こうしちゃいます。え、子供何人いるの。一人です。何歳。女の子で3歳です。へえ、パパだね。僕も本当に既婚シリーズ、既婚パパと会って既婚パパからメッセージがいっぱい増えた。あ、だって50歳ぐらいまで。それなんか条件あります。上はない。僕あんまりなんかここまでだじゃないとダメとかないの。あんまりない。そう、相性の方がいい。うちの相性、あとなんかこう接し方、うん、相手の。それチャットと、チャットのやり方を見てたら、こう大体この言い回しとかはやっぱ合わない方がいいかなっていうのがなんとなく直感的に分かるから。俺大丈夫でした。大丈夫だった。よかった。なんか結構俺しつこいっていうか、あ、なんか単刀直入に行っちゃうんですよ。ごめんなさい、やりたいです、ね、多分そのなんていうのかな、それが多分良くて、なんかもじもじしても始まらないから、うん、どうしたいのかを言ってほしくって、うんうん、なんかかっこいいですねとか、うんうん、いけますとかっていうのを言ったところで、なんかかっこいい、いけますって言っても、なんかその次を求めるんじゃないかって、はい、そこじゃないでしょ。だから本当はやりたいっていうのが最初に一発目に多分言いたいんだけど、あからさまだから多分みんなこう包んでるかな。そうですよね、うん、それは何がそうさせたの。なんかそれはフィーリングですか、うん、何がタイプだとか、いろいろあったの。顔がお互い行けました。体がお互い好きでした。うん、性格がお互い良かった。うん、で雰囲気が良かったんで、うん、なんか全部混ざった。あ、まあそうです。
そうそう、その時にそういうシチュエーションだったけど、そんなに長い時間はしないから、なんかやるって言っても大体相手が言ったらもう終わり、うん、普通に。既婚の人の特徴とか何かあります？うんとね、まあ全員じゃないでしょ、なんとなく僕が思ってるお父さんたちの特徴は優しい、共通して穏やか、性格が。だから多分子供がいるからそうなのかも、人に言う時とかなんかそういう感じなのかもしれないけど、ただ仕事とこのプライベートちょっと異質だから、うん、穏やかなんだけどドエロ、うん、みんなすごく欲がすごいなんかハートマークだよね、 目がもうピンクになってるから。いやなんか今日もやってなんか俺も超自分が超変態だなって思っちゃうんですよ。でもそれは全然いいと思うの僕は、その変態なのは。あとはそのシチュエーションをどんだけその人が引き出せるか、その人の本当の姿を。願望がありすぎるのみんな例えばこう叩かれたい、ケツを叩かれたいのもあるし、 あとなんだろう、縛られたい、あとこう目隠しされたい、いっぱいあるんだけど、なんかその順番にやっぱり見ていく。こう今日目隠しだったけど超エロかったです。超エロかった、目隠しやば。しかもなんかタオルとかはやったことあるんですけど、タオルでとか、うん、タオルなんかちょっと薄く見えるじゃないですか。タオルは生っちょいから、ちゃんとなんか隠すやつの方がいいよね。真っ暗になりますね。うん、真っ暗になる。だから撮った時電気こんな明るくなかったのにと思って、暗くていいって言ってたの。あ、そうそう意識の集中がちょっと変わるから。そうっすね、目って見ちゃうと情報が入ってきちゃう。だから目こうつぶってた方が何されてるかわかんねえみたいなのが興奮するんだよね。でまたそれにハマるみんな。受けの人は大体みんなよく要望であるのが「バッサリ」とか、うん、だ自分がやっぱ主人公になりたいのね。だからこうそれわがままですよね。でもそれはみんなそう、うん、僕が出会ってる受けちゃんたちはみんなそう。やっぱり自分がやっぱり一人受けだけでたちがいっぱいいた方がいいっていう本当に何回もそういうシチュエーションあって、でもこう最初はじゃあサシでやろうってなっててもってなるとやっぱ調達してこなきゃいけないから、ね、調整が大変で、やっぱ日程合わないで結局流れることもあって、もしサシだったらやれたのになって、うん、あるんだけど言わないの、それあんまり。本人の要望があるから、本人がこうしたいっていうのがあって、いやいろいろね、いや調整したんだけどみんな都合ダメだった、うん、だからちょっとまた今度ねみたいな、うん、なくなるっていう。いや自分でもう一人見つけてこいよって話ですよね。でも見つかんないからやっぱりそれを、そう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 、自分で探しても、その僕の友達がタチが多いから、うん、こういうタチがいいとかこういうタチがいいとかって言っても全然出てこないから、まあそうなっちゃう。なんか俺今36なんですけど、なんか前は当然顔とかだったんですけど、まあ当然その清潔感がないとか最低限のラインはあるんですけど、もう顔とかよりちゃいますね。多分そんなにですか。うん、別に正直でいいと思うけどその見た目とかは確かにその付き合うとか、うん、自分の好みだからそれはいいに越したことはないんだけど、うん、そこって結構大変だと思う。そこで調整すると、うん、他のところはさ妥協しなきゃいけないよね。そうですね。なんかどれか一つしか選べないと思う。そうです、ね、全部揃うのまずないから。そうですよね。だからその X の内容を重視ってんだったら別に君そこだけ良ければ何も選択しなくていいじゃんとは。そうです、ね、だから楽だと思う。そうですね。家探しと一緒ですよね。間取りと駅からどんだけかみたいな、全部は叶わないだろう。叶わないから、ね、ある程度自分が好きな条件の中でなんか10個中5個以上、満たしてくれるんだったらまあいいんじゃないって。そうですよね、うん、10個中10個満たすのって結構確率が低くなっちゃうから、うん、何万分の1とか、うん、そうですね、うん、だったら全然5個ぐらいだったらね、全然条件的にはいい。もうまた順番待ちしてやってもらえるように、はい、頑張ります。じゃあ今日は何点満点でしたか。今日は、ね、
素直に言っていいですか、うん、100点です。ありがとうございました。面白い。あ、すいません。